誰かの言う普通なんて言葉に負けちゃダメだ。意志や欲望、美学や信念を守れるのは自分だけだから。不完全な言葉でかたどられる曖昧な世界の中で、エゴだけが唯一自分を自分たらしめている真実なんだから。世界が君のエゴを否定し受け入れないのだとしたら、こんな世界許すな。起きた？じゃあ示してよ。倒す。失敗作。ああ、世界は理不尽で残酷ね。もっと出来のいい子が欲しいのに。
君、新入生くん、名前は？なんて呼べばいいの？名前、ようこそ新帝学園へ。私は夜、一応学園長。大丈夫大丈夫、身構えなくていいよ。ちょっとお話ししてみたかっただけだから。特別な君だから、特別にね。いくつか質問するね。君のエゴ、自己意志の源泉となる7つの欲求について。君にとって学園生活といえば？そういう考え方もあり。授業中は真面目にノートを取るタイプ？自分よりも成績が悪いのに先生に好かれて内申点の高い友達がいたらどう思う？友達が何かで失敗しそうな時どうする？行列のできるお店、例えばラーメン屋さんで並んでいるとき、自分の前に割り込んできた人がいたらどうする？夢を叶えるため、君はとにかく今すぐお金が必要だけど、所持金はゼロ。どうする？パソコンやスマホでエッチなサイトを見たことある？正直だね。もしビュッフェスタイルのお店に来たとしたら、どんな風に食べる？もう結論は決まっているのに、反対意見で場が乱されたらどう思う？君が敵視してる人がみんなから褒められてたらどう思う？もし君がリーダーになったらどうやって物事を決める？誰かを本気で好きになったことってあると思う？時間やお金が余っていたら何をする？根も葉もない自分の悪口を言われたらどうする？自分や誰か、あるいは何かでもいい。心の君はどの言葉の組み合わせに惹かれる？暴食の欲求が一番高い君は、吸収し成長しようとする欲求が強いタイプ。節操なくいろいろなことを吸収するのが好きだけど、気がついたら夢中になって目的を見失った結果、不必要に疲れたり損をしてしまったりすることもあるんじゃない？そして君はわりかし欲求の強い、エゴのしっかりしたタイプ。でもどんなタイプの欲求も大切だよ。欲求がなければエゴという君らしさも生まれない。エゴがなければ人形や機械と変わらないしね。だっ、ありがとう。君のことすこぶる分かったよ。それに楽しく